ていうのはとてもこう原本に近い形で書かれてるなと思って、皆さん習いやすいと思いましたね。また習いやすいっていう声を聞きましたね。なので、ご自分で原本っていうかね、元のを見るっていうのも大切だし、それから先生がどのように表現されてるかっていうのの対比をして書いてもらうといいかな。まあ本当書きやすいっていう評判でしたね。で、結構ここ私短いんだけど、ここ長いんだよね。これも結構長く書けてるので、それを書いてもらうといいかなと思います。まあ、行こうかな。で、そうだ。なので、形は取りやすいっていうふうにみんな言ってたじゃない。なので、選出を結構工夫して表現力増してもらいたいな。選出にこだわってもらいたい。そう、今月のテーマっていうところに私筆記しといた。で、用語も、みんな持ってたら用語を使ったらどうかな。剣豪でまあ書いた方がすっきり書けるけれども、用語でいかにすっきり書けるかっていうのを挑戦してもらったらいいよね。で、まあ、大きくなる方もあるんだけど、いいよ、少々大きくなっても。今回のテーマは選出。はい、行きましょう。んで、こうか。で、よいしょ。だから、使うのは、皆さんのよく持っている、そう。これね、発行です。あ、値段出ちゃった。そうそう、お値段で言うからね、みんなね。お、ちょっと文鎮が。ここね、足りないんだよね、私書くと。墨がね。ねっ。そうそう、こんな感じかな。で、ちょっとこれを潰しながら説明すると、見てもらったように、こう進んでたところがあったと思うんだけれども、これはよく師匠がされるやり方かな。いかにここを鋭く入れるか。こうでも構いませんからね。こういうふうに、表現されたりしますので、皆さんもちょっとね、そういうところも、模倣されるといいかなと思いますね。模倣っていうのが一番最初にしなきゃいけないところかなと思いますね。字形としては、ここが縦なので、こう線引いたら、ここ開ける、下がりすぎないこと。あとやっぱりちょっと窮屈だったかな、今これね。ここもうちょっと開けて、これ長くする。っていうことは、これをもうちょっと長くした方がいいのかな。はい。で、こういうところね、しっかりと表現してもらうといいよね。ぐっと。そんな感じかな。これはまあ結構皆さん上手に表現されますので、テーマは選出でいきましょうかね。次が、これだ。これだね。で、これね、皆さん見させてもらったら、このね、起筆とかの抑揚がね、あっさいんだよね。なんか優しすぎる。もうちょっとね、キュッとこうやってもらいたいのに、スーッとした感じになってるから、こういうところのこう、抑揚を見てもらいたいかなと思ったね。あと結構上手だったかな。あ、あとね、字が大きすぎて、ここを長く表現したいのに、これがでかいから、長いから、これが長くできない。意味わかる？ちょっと話し話し。これみんな多かったな。字形をこう真似るときに長短って大切じゃない？なので、
ここを長くし、ここのところね、長くしたいんだけど、もともとここが長すぎて、ここも一応長く書いてるんだけど、これが長いから長く見えない。ここをほら、こうやってやるだけで、ほら、ここの長さのさ、感じが変わるでしょ。うん、なので、ちょっとこうさ、全体の少し小さめに書かれるといいかもね。例えばここなんかも、これをいっぱいいっぱいにこう書いちゃって、それで、まあ、で、これも長くされるんだよね。そうすると、長いんだけど長く見えない。ね、こうやればいいじゃん。そういうところがあるので、皆さん、こう、ちょっと補助線など引きながら、どこを強調したらいいかっていうとこを見てもらうと、字形が取りやすいかな。じゃあ書いてみよう。って言って、自分でできなかったりするので、よくあることです。ほほ。では、こうか。どっち書こうかな。まあ、ちょっと原本見て書くか。原本は結構これぐらいあるんだね。手ばっかり入っちゃった。これでいいかな。こんな感じか。こっちの方がまあ形が整って見えるかな。ね。まあちょっとこっちで書いてみる、言えるかな。それで、うん。これも終わり見たんだな。まあさっき伝えたいところは言っちゃったかな。字形を整えるために、この斜めの線は、揃えるといいよ。こことここが連携しているようにすること。で、多少なんだけれども、こう線引いたらこっちの方が空いてる。ここの真ん中にこの点がセットしてあるわけじゃなくて、この2点がね、この左の方にこう寄せてある感じがするので、その辺よく見てもらうといいかな。で、さっき言ったみたいに、ここ空間空いて、こう。で、ここのところね、原本もね、ちょっとふふっとなってるんだよね。そういうところがうまく表現できればいい。まあ、ここの長さは、解釈でどうぞ。で、ここもね、こっちがキュッと詰まっていて、ここが結構広い。うん。あ、そうだな。そういう風に見えたのか。ちょっとこれやりすぎな感じがするね。私のね。ここ空きすぎだけど、でもやっぱりこっちの方が詰まってるような感じがするんだよ。そうだね。これがちょっと広かったのかな。私のね。それから、これはこんな感じかな。ここのところね、こう、丸めに書いてもらう。で、斜めがしっかりいってるんだよね。そういうところ、ここの斜め感もしっかりいっていて、ここのね、字の下のところ、あんまりこれが下に出ないようにしてもらう。まあ、そんな感じかな。まあ、ここは、長短、それから抑揚、そういうものをテーマにして練習してもらうといいかな。という